Thank you.
カレー風味？うん。美味しい。かわいいな。うん。もうちょっとタイプでいい。うん。パリパリ。久しぶりやの、二人で。確かに。うん、これ美味しい。エビも美味しい。プリプリ。うん。ありがとう。デートでは行きたくないけどね。手羽元唐揚げ屋さん。ベッタベタなの。うん。あえてありかもな。そういうデート。うん。あえて行って本性見抜けるかもしれない。誰連れて行く？関西人やったら関西電気保安協会って普通に言ってって言ってもそのリズムになってまうぐらい根付いても。関西電気保安協。じゃあそれどんな体勢なってんの？単純？まあその人の意見をちゃんと聞くっていうのを意識して生きてきたつもりやから今までずっと。え、なんてなんて？え？人の意見をなんて？
を気にして生きてきた。人の意見は素直に聞く、うん、あ批判をまずせず、うん、でもそれって全員に対してできる、うん、嫌いな人でもできる、うん、そういう風にできたから嫌いな人があんまおらへん、おらへんねんけど、その代わり嫌いになったらやばいんじゃん。そうやな、もう嫌いになったらあかんわマジで。でもだってって言っちゃうけどな、世の中が悪い。基本的には言う人の方が多いマジで、うん、なんか頭痛くなる。サンキュー。ここ日本酒？焼酎。あ、焼酎。ちゃちゃあ、うん、美味しく